にちは、あずです、今日はですね、ちょっと急遽せっかく桜の時期なので、もう桜満開の時にね、桜の帯っていうのもちょっとこう野暮だと言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、せっかく桜の帯を持っているので、ちょっと着てみたいと思います。2本ぐらいあるんですけれども、ちょっとこっちはね、重すぎて、よっぽど明るいお着物とかに合わせるならいいんですけど、そうですね、これに合うお着物というと、なんか総絞りぐらいしかないので、ちょっとこう今の時期暑いかなって感じで、先日購入しました、ちょっと大きめの、これ色無地なんですけれど、ちょっと暗い緑なんですが、これしかない、今着れるのはこれしかないので、ちょっとこれにこの明るい桜の帯の方を合わせてみたいと思います。ちょっとこういったね、ぴったりな帯締めもあるんですが、全体的にね、暗くなるので、これぐらいのピンクを持ってこようかと思います。
暗いお着物なんですけれども、この桜の帯がしたくてですね、ちょっと選んでみました。もうちょっと明るい着物で合わせたかったんですけれども、あのサイズの合うのが今のところこの着物しかなかったので、こちらのちょっと暗いんですがこのグリーンにこの桜の帯を合わせてみました。20代以降は久しぶりだったんですけれども、あの普通に巻くとね、あのこういったいい柄の部分が出ないので、あの一重巻きの二重太鼓というちょっとあの摩訶不思議なあの帯結びになっておりますけれども、まあなんとかこれでいい柄の部分が出たかと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。